今日は皆さんにいろんな種類のナシゴレンを紹介するで。Yo, what's going on, 日本？リクエで。ナシゴレンはですね、日本では割と結構有名な料理だと思うんですけど、でもナシゴレンといえばどっちかっていうとインドネシアのイメージが強いかと思います。実はマレーシアでもよく食べられる一品でございます。マレーシアではですね、様々な種類のナシゴレンがあります。今日はですね、皆さんに前半はいくつかナシゴレンの種類を紹介して、そして後半は私が一番好きなナシゴレンを紹介していきます。では早速見ていきましょう。レッツゴー！ナシゴレンの種類なんですけど、サジー .my の、ホームページから、参考しながら紹介していきます。まずはですね、皆さんがよく知っている一番定番のナシゴレンはですね、これはマレーシアではナシゴレンビアサーっていうふうに言いますね。このビアサーっていう言葉はですね、ノーマルっていう意味を持っていまして、このナシゴレンビアサーっていうのが一番定番の普通のベースとなるナシゴレンになります。続いてのナシゴレンなんですけど、ナシゴレンチナっていうものになりますね。このチナっていう単語はですね、中華または中国っていう意味を持っていまして、このナシゴレンチナって言いますと、まあ、日本でもおなじみのあのチャーハンという意味になりますね。チャーハン食べたいなと思った時はぜひこのナシゴレンチナを、食べてみてください。続いてのナシゴレンはナシゴレンパタヤっていうものになりますね。パタヤっていう言葉自体がタイのどっかの場所らしいなんですけど、このナシゴレンパタヤ自体はタイとあんまり関係はなかったんですね。ナシゴレンパタヤというものはですね、焼き卵に包まれたナシゴレンになります。まあ、日本ではですね、オムライスというものがあるかと思うんですけど、まあ、それに似たような感じの料理ってイメージすれば一番いいかと思うんですけど、でもオムライスはどっちかというとですね、卵によくこだわる料理かと思うんですけど、このナシゴレンパタヤというのは、その焼き卵自体は薄く炒められているので、卵にこだわっているよりも中に入っているナシゴレンの方をこだわっているような感じになります。続いてのナシゴレンはですね、ナシゴレンパプリっていうものになります。このパプリっていうものはですね、この特別なソースのことを指しているんですけど、このパプリっていう味はどっちかというとトムヤンクンにちょっと近い味が一番説明しやすいかなと思います。でもあんなスープな感じではなくてですね、日本で言いますとあんかけチャーハンに近いような感じのナシゴレンになります。まあ、ナシゴレン自体は普通のナシゴレンを使われていますので、この普通のナシゴレンとパプリカのソースをかけて食べると、すごいいい相性になって、私も割と好きなナシゴレンの一品でございます。続いてのナシゴレンはナシゴレン USA というものになります。この USA というのはですね、アメリカと全く関係はないんですけど、この USA の意味はですね、ウダン、ソトン、アヤのそれぞれの頭文字を取ったものになります。まあ、ウダンというのはエビという意味を持ってて、そしてソトンというのはイカという意味を持ってて、そしてアヤムというのはですね、チキンという意味を持っています。ウダン、ソトン、アヤムですね、この3つの具材が入っているナシゴレンになります。日本ではですね、海のものと陸のものをですね、混ぜて料理するのは少し珍しいかなと思うんですけど、マレーシアではですね、まあまあ普通かなという感じがします。で、このナシゴレン USA はエビ、イカ、チキンだけでできるっていうわけではなくてですね、それ以外でもですね、たまに牛肉を混ざったり、オールスターズみたいな感じのナシゴレンになります。まあ、普通のナシゴレンを食べ飽きた時はこのナシゴレン USA を挑戦してもいいかなと私は思います。続いてはですね、私が一番好きなナシゴレンなんですけど、私が一番好きなナシゴレンはナシゴレンカンポンというものになりますね。このカンポンという言葉なんですけど、ふるさとまたは田舎という意味を持っていまして、なぜこのネーミングになったかと言いますと、多分ですけど、このナシゴレン自体が一番シンプルなナシゴレンなので、ナシゴレンカンポンというふうに呼ばれたんじゃないかなと思っています。なぜシンプルかと言いますと、他のナシゴレンはですね、ナシゴレンを作るときに、基本の味付けとなるですね、ケチャップ、チリソース、オイスターソースと醤油を混ぜてこう炒めたりしてはいるんですけど、このナシゴレンカンポンはですね、ソースをあまり使わないというのが特徴となります。このナシゴレンカンポンを作るときにベースとなる味はアンチョビ、ニンニク、バードアイ唐辛子と玉ねぎをちょっとペース状態にしたものをご飯と一緒に炒めるものになります。
ナシゴレカンポンの中に必ず入っている具材と言いますとアンチョビなんですね。これは大量に入っています。ベースとなるアジのアンチョビももちろん入ってはいるんですけど、食べる用のアンチョビも入っています。この食べる用のアンチョビも、これ店によってですね炒め方が違ったりしてて、クリスピータイプのアンチョビと、あと少し柔らかいタイプのアンチョビになります。今回私が食べたのがどっちかというとその間にあるアンチョビの炒め具合のものになります。ナシゴレンカンポンの中に入っている野菜といいますと空心菜になりますね。これも結構大量に入っておりますね。ナシゴレンカンポンの特徴って言いますとバードアイ唐辛子になります。このバードアイ唐辛子は普通の唐辛子と違ってて、長さが短めのものになるんですけど、普通の唐辛子よりも辛めの唐辛子になります。今回私が食べたナシゴレンカンポンなんですけど、2つの種類の唐辛子が入っていますね。普通の赤唐辛子とバードアイ唐辛子が入っておりまして、刺激がいい感じのナシゴレンですね。あと欠かせないのはですね、やっぱり目玉焼きですね。今回私が食べたナシゴレンは、ちょっと太っ腹で2つの目玉焼きをつけてくれたんですけど、この店が作った目玉焼きはですね結構特徴的な感じの目玉焼きで、どっちかというと目玉焼き自体をディープフライしたものになってて、表面がカリッとしているような感じの目玉焼きです。ナシゴレンとの相性は結構良かったですね。なぜ私はこのナシゴレンが一番好きかと言いますと、このナシゴレンが結構コクが深いナシゴレンなんですね。そして辛さがトップレベルのナシゴレンになります。コクが深くてそして辛いということで、このナシゴレンを食べるとですねかなり満足するような感じがしましてですね、個人的にはこのナシゴレンカンポンが一番好きなナシゴレンになります。いやー、どうでしたか皆さん。今回紹介していたナシゴレンカンポンを食べたことがありますか？もし食べたことがあればぜひ感想を聞かせてください。そしてまだ食べたことがない方はですね、ぜひチャンスがあればマレーシアに行く機会があれば今日紹介してきたナシゴレンカンポンや他のナシゴレンも、食べてみてください。ということで今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。